肌が本当になんかスケートリンクみたいなスーってなるんだよね。こっちの方が今好きかなっていう感じで。皆さんこんにちは、ちえです。今日は2019年私的ベストコスメを発表していきたいと思います。気になる方はこのままご覧ください。どうぞ。上期と下期って夏の暑い季節に耐えられるものと乾燥してきてる季節に耐えうるもの違うと思うんだよね。だからベースメイクについては用途に合わせて紹介していけたらなと思います。まずはね、化粧下地です。下地はね、こちらソフィーナプリマビスタの皮脂崩れ防止化粧下地です。もうこれはさ、近年ずっと夏の暑い時期はお世話になってる商品で、ご存知の通り化粧崩れしにくくて有名な化粧下地です。今年のね、夏も結構お世話になりました。本当にね、こればっかりつけてたかな。フォーミュラが2年前かなぐらいに変わって、あの乾燥しづらくなったんだよね。それまではちょっとね、鼻の周りとか本当にカピっちゃうぐらい、ある意味すごいストロングなあの化粧崩れ防止下地だったんだけれども、今はいい具合に保湿効果も伴って、これは本当に夏手放せないよね。で、あの今の季節は逆にね、あの上期のベスコスでも選んだ石沢研究所絹白しっとり下地、こちらをね使ってます。これもね、すごくねしっとりするのに化粧崩れしづらくしてくれるのですごい好きなので、化粧下地部門はこの2つを選びました。はい、次ファンデーション。ファンデーションも下期はね、暑い季節をどのように乗り切れるかっていう感じにフォーカスしたファンデーションですね。上期にも入ってましたね。ロリアルのインファリブル24フレッシュウェアファンデーション。こちらです。私のカラーは130のトゥルーベージュだったかな。うん。です。このファンデーションはね、本当に今年発見したファンデーションですごくいいなっていうファンデーション。あの、価格もそうだし、仕上がりもそのロングラスティングさも大満足いくファンデーションでした。でね、あの今の季節ちょっと乾燥するじゃない。乾燥の季節はね、ちょっとね下地を選んであげたりしないと、ちょっとこれはね乾燥気味になってしまったり、ほうれい線がねパキッと目立ちやすいの、私の肌だとね。なので今の季節はね、こちらのカバーマークのフローレスフィットを愛用してましたね。このファンデーション舞台メイクもできるぐらいカバー力があるファンデーションで有名なんだけど、つけ方によっては本当にね綺麗なツヤ肌にも仕上げることができるので、使い方にこう多様性があっていいなって思ったファンデーションです。なのでね、これは後半、気に入って使ってました。今年のベスコスはこの2つを選びました。はい、ではコンシーラーいきます。これロレアルインファリブルのフルウェアコンシーラーです。このコンシーラー本当に少量で伸びも良くて、私の場合はね、あのクリーシングって言ってさ、なんかそんなにくしゃってなったところにこう入り込んだりとかよれたりっていうことは全くなくて、アイシャドウベースとしても使えるし、とってもね重宝してるフルカバレッジのコンシーラーです。頑固なクマとかある方はなんかオレンジとかそういう色味のトーンを気にせず、これを一回使ってみてほしいなと思います。またはさっき紹介したカバーマークのファンデーション、これでね大概のシミとかクマは消えるんじゃないかなと思います。もちろんね、バースマークとか、あの生まれつきあるようなあざとかすごい濃いシミとかはやっぱりカラーコレクティングもした方がいいのかもしれないけど、大体はねこのコンシーラーでいけると思います。なのですごくね試してみてほしいなっていう商品ですね。使用感としては日本にも今ね入ってきたみたいなんだけど、タルトのシェイプテープコンシーラーっていうのがすごい爆発的に流行ったコンシーラーがあるんだけれども、あれにね似てる感じ、それよりもプチプラだし、私はねこっちの方が好きですね。こっちはねすごくねフルカバレッジなんだけども、あのやっぱりちょっと潤いを持たせてちょっとだけ薄付きでライトに仕上げたいなっていう時は、このねローラメルシエのフローレスフュージョンコンシーラー、こちらをね使ってました。2つともなんか性格は違うコンシーラーなんだけども、その時々のニーズにぴったり合ってくれてお世話になったコンシーラーです。はい、次パウダー。パウダーは
意外とすごく迷いましたね、うん、っていうのもなんかちょっと艶肌に仕上げたいのかとか、すごくマットに仕上げたいのかとか、セミマットなのかとか、そういうのでやっぱりパウダーの種類ってやっぱり変わってくるじゃない。なので悩んだんだけれども、パウダーにもやっぱり後半はロングラスティングさを求めていたので、そういう意味でこれにはねかなりお世話になりましたね。こちらもね、ソフィーナプリマビスさんの化粧持ち実感おしろい EX っていうパウダーです。このパウダーは確かねオンライン限定だったんじゃないかなで発売されてるんだけども、これとプリマビスタの化粧下地を合わせるともう最強に化粧崩れしなくて、でもね変に乾燥もしなくて大好きです。感覚としてはメイクアップフォーエバーのウルトラ HD パウダーに似てる感じの、ほんとね HD パウダーっていう感じですね。皮脂を吸着してくれてるっていうか、あの塗るとね肌が本当になんかスケートリンクみたいなスーってなるんだよね。それがすごいなと思ってお世話になったパウダーですね。だからこれを選んだのと、後半っていうか本当にね最近なんだけれども、最近はこのバイデリーのヒアルロニックハイドラパウダー、これがね滑り込みましたね。海外のねメイクさん仲間からは聞いていていいよこのパウダーっていうのを、でもねなんとなくね使うチャンスがなかったパウダーなんだけど、ルックファンタスティックのサイトを見たらあったから使ってみたら、本当に何だろう、あの言ってる意味が分かりました。あのすごいねなんかシルクみたいだよね。使い心地としてはこのプリマビスタのものに似ているんだけれども、あの効果としては圧倒的にね保湿力こっち高いですね。でも化粧崩れもしにくいし、一日綺麗な肌をね保ってくれやすいパウダーなので、これは気に入ってる。この間パウダーの大掃除をしたんだけど、その動画もねもうちょっとでアップするね。その時に今まで好きだったベッカのハイドラパウダーあるじゃない、あれがね意外にも6ヶ月と使用期限が短くて、あれも好きなんだけれども、保湿力とかいろんな面を考えるとなんかこちらハイドラパウダーセールしてて安くなってたんですよ。であの時にすごいみんな買ってくれて、あのパウダーもめちゃくちゃいいんだよ、めちゃくちゃいいんだけども、あのパウダーがなくなったらぜひこっちをね試してみてほしいです。うん、どっちもいいパウダーなんだけれども、今のところコンシーラーやファンデーションと相性が合わないっていうこともないし、綺麗に仕上がるパウダーなので、ちょっとこっちが今お気に入りかなっていう感じです。なのでこの2つのパウダーを選ばせていただきました。はい、それでは次チークいきます。チークはねマットとシマーに分けさせてください。マットはね髪切でも選んだこちらですね、ローラメルシエのブラッシュカラーインフュージョンのジンジャーっていうカラーです。もうこれは本当にもうね見たらわかるよね、何でもどんなメイクにも似合う綺麗なチークです。あのフォーミュラもすごくブレンドしやすいし、スッと肌に溶けるし、色白さんから色黒さんまでいろんな人に映えるパウダーだと思います。そしてねシマ系で後半気に入ってたのがねこちらですね、アワーグラスのアンビエントライティングエディットゴーストアンロックとパレットです。これは本当にもう後半めちゃくちゃ出てきてたから、みんなもねもう覚えてくれたと思うんだけれども、去年発売された時はもう秒でね完売してしまって、もうみんなね泣いたの、うわーみたいな感じでなんだけど、それをねアワーグラスはちゃんとね聞いてくれて、今年も去年とパッケージだけが違うんだけれども中身は同じ状態で発売してくれました。でねこの中でも一番気に入ってるのは、どれも気に入ってるんだけども、この真ん中のねブロンザーですね。ちょっとねサテン感があるブロンザーで、今まではマットだけしか使わなかったんだけれども、あ、サテンのブロンザーってめっちゃ綺麗なんだなっていうのを知るきっかけになったブロンザーです。アワーグラスのパウダー関係のものってとっても品質が良くて、どれもねシマーかサテン系なんだよね。なんだけど肌をすごく綺麗に演出してくれる。で
このね、一番左側に入ってるこのパウダーも、ずっとある既存のアンビエントパウダーって言って、ファンデーションをセットするのにも使っていいんだけれども、ファンデーションをパウダーでセットしてから、その上にこうベールをまとうようにつけると、綺麗なツヤ感が出るパウダーで有名だったんだけども、それでね、ファンデーションとかコンシーラーをセットしようっていう考えがなかったんだよね。なぜならちょっとだけシマ感、サテン感があるから、毛穴目立つじゃんっていう風に思ってたんだけれども、今回これに入ってて、これでね、コンシーラーとかファンデーションをセットするとめちゃくちゃ綺麗なツヤ感が出て、でも毛穴も目立たないんだよっていう風に話してる人がいたので、今回にやってみたらそれがね本当だったんだよね。だから今回ねパウダー全部すっ飛ばしてこれだけ紹介しようかなとも思ったぐらいすごい不思議なパウダーです。よくねこのパウダーすごい綺麗なツヤ感を出せるからブライダルの時とかいいよねってみんな話してるパウダーなんだけどね、本当にねそれがわかる。最近はねこれでばっかりセットしてます。もういつでもこう花嫁のように見えたくて、私ハイライターで作るツヤじゃないんだよね。本当に内側から湧いてくるようなツヤっていうのが演出できる、でもギラギラにならない、そして毛穴も目立たない、すごく不思議で綺麗なパウダーがここに収められています。そしてブロンザーも綺麗でしょ。ちょっと濃いめなんだけれども夏なんかにいいんじゃないかなっていうようなブロンザーに、このチークの色もねこのアンビエントパレット、ホリデーシーズンに発売されるこのパレットの中で一番このチークのコンビネーションが好きでしたね。でこのね鉄板のハイライトですよ。ハイライトもねめちゃくちゃ綺麗なんです。で、ハイライトもね今年どうしようかなと思ったんだけども、結局ねこればっかり使ってて、これが一番なんか納得したなっていうハイライトなので、ハイライト部門もねこちらですね。チークもこちらです。このパレットは私の中でそのフィニッシングパウダー、ブロンザー、チーク、ハイライト、すべてを受賞してますこのパレット。本当にだからねまだあったと思うんだよね。この間ビューティリッシュ見たらあったような気がするんだよね。あったらねぜひぜひ本当におすすめするから購入してほしいなと思います。でねこれと同時期にアンビエントライティングブラッシュクワッドゴーストっていう、このね4種類のチークが入ったパレットも発売されていて、これもね購入していました。で泡グラスのチークってすごく綺麗なんだけども、発色がねもうビャンっていう感じなんですよ、気をつけないと。で今まで使ってきた中でそこまでこう自分にベストだなっていうチークのカラーが見つけられなくて、ましてやこういう風にセットになってしまっていると。なんだけど今回なんかチークもブロンザーもなんか本当に本当にアワーグラス豊作の年だなって思ってます。この4種類はどれも本当に綺麗で、私今日はねこのオレンジ、これオレンジに発色するんだけど、これを中心にねここら辺をハイライトとして、あとパウダーも使ってるんだけど、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか自然で。だからねこれも綺麗なので、シマ感があるチークはこちらのねもう2つ合わせてこちらをね選ばせていただきたいと思います。マットな方はローラ・ミルシエのチークです。チークでかなりエキサイトしてしまった。そしたらアイブロウ部門行こうかなと思います。アイブロウ部門ってやっぱりなんか毎年同じメンバーなんですよね結局同じメンバーなんですよ。アイブロウペンシルはアナスタシアビバリーヒルズのブロウウィズでしょ。アイブロウパウダーは、まあ、その時の髪色に合わせたようなものなんだけれども、今年はこのエクセルのパウダーアイブロウとビセリシェのアイブロウパウダー BR3 番、ちょっとねピンクとか赤が基調になったようなカラーのセット、こちらをね使ってましたね。どちらのねパウダー感も文句なしです。本当にね綺麗にアイブロウが描ける優秀なアイブロウパウダーだと思います。でアイブロウジェル、アイブロウジェルは今年はこの子をよく愛用してましたね。インテグレートのブローマスカラ、私のカラーは BR672 番ですね。これのいいところは、私そんなに気にしないんだけども眉毛がねバキバキにならないってところかな。これは結構気にする方が多いみたいなので、
それが嬉しいです。でもね、バキバキになるやつもちょっとね、眉毛が重たい人っているんだよね。あの、下がりやすかったり、この自分のね好きなポジションに行ってくれない方とかいるので、そういう方は結構バキバキので固めると、うん、いいと思う。はい、次はですね、アイシャドウですね。アイシャドウです。アイシャドウはね、本当に難しい。神木リンメルの商品を選んだかと思うんですけど、あれもね、もちろん好きなままですよ。好きなままなんだけども、下期何を使ってたかなと振り返ると、どれも良かったんだけれども、でもやっぱりこれを使った時の感動は大きかったなと思います。今日もそれでメイクしてんだけども、こちらです。アーバンディケイのネキッドハンデーパレットです。もうこれはもう大好きです。私が好きなアイシャドウといえば、もうアーバンディケイのものってもうみんなね、覚えてくれてると思うんですけれども、最新のね、作品です。ネキッドハニーパレット。このカラースキーム好きですね。ちょっとイエローゴールド、見方によったらグリーンも入ってるのかなみたいな。使いやすいパレットです。大好き。本当に合ってほしい色が全部入ってる、網羅されてるので大好きですね。で、もう一つは結構やっぱり今年テラコッタっていうのがテーマだった年だと思うんですよね。で、夏から秋にかけてぐらいお世話になってたのがこれですね。タルトのトーステッドパレットです。このパレットも本当に1個あったら安定のブラウンメイクができると思います。テラコッタブームは去ってしまうかもしれないんだけれども、このねトーンのアイメイクって不滅だと思うので、日本にねタルト来たみたいなので、タルトの中でどのアイシャドウがいいかなって思ってる方、ぜひこのトーステッドパレットを手にしてほしいなと思う。タルトのアイシャドウって私が見るにちょっとね、気持ちどれもトープ系なんですよ。ちょっとクールトーンに寄っているイメージなんですね。なのでちょっとね、寒色系が好きだよっていう方にはもうバッチリハマるアイシャドウばっかりだと思うんですけど、私はやっぱり暖色系が好きっていうのと合いやすいっていうのもあるので、たまにねタルトのアイシャドウね、顔色が悪いのかなみたいな感じに映ってしまうこともあるので、タルトのアイシャドウはちょっとね、私にとってトリッキーなアイシャドウなんですよね。でもこのトーンセットパレットに関しては全然ないですね。本当に綺麗。でもね、ここら辺のトランジションカラーがクールだったりするので、これのブラウンと合わせるとクールトーンのブラウンメイクもできるし、とってもおすすめですね。でね、最後にもう一つはね、こちらです。シューウェムラのクロマティックスパレット。これさ、なんかこうパッと見さ、黄色は入ってるものの、そんなになんかネイキッドとかほどおーみたいな感じでワクワクっていうのはなかったパレットなんですよね、正直。なんだけれども、使ってみると本当になんか色のトーンが計算されてるパレットなんだなっていうのが理解できる。あの、これでルックを作ると派手すぎず落ち着きすぎず、いろんなシーンに合うようなメイクがね、完成するんだよね。もちろんネイキッドのパレットでもそれは可能なんだけれども、エブリデイのその目元をね綺麗に演出したい時のカラーとか、このね一番ダークなカラーもちょっとね紫なんですよね。この紫が綺麗にね目元をね締めてくれるの。この紫ってクラシックなルックにすごい万能なんだなっていうのはこのパレットで知りましたね。このねカラーをメインとかにしたらかなりねダークでスモーキーなルックもできるし、意外と自分の中でも意外だったんだけれども、このパレットをねよく手を伸ばしていたパレットなので、これもねランキングに入れさせていただきました。はい、マスカラです。マスカラはね全然変わらないです。キャンメイクのクイックラッシュカーラーです。これはね、あの動画見ててもね皆さんわかると思うんですよね。なんだけど、あの紹介したんだけど、今皆さん出払ってます。出払ってるっていうか、もうちょっと古くなったから持ってるものを処分したんだけど、新しいストックがねなくてなかったっていう。だからちょっと今あの現物はお見せできないんだけど、ちょっとここら辺に入れておこうかな。はい、キャンメイクのクイックラッシュカラーです。はい、そして最後はリップ部門です。リップもねちょっと3つ紹介させてください。まずリップクリームはこちらですね。
ね、ジョンマスターのリップカームです。これ私が使ってるのはペッパーミントっていうものなんだけれども、これね、あの東京にともきが遊びに来た時に、あのね、リップガサガサなんだけどなんかいいのないって話してたら、これいいですよって言って紹介してくれて、使ったらめちゃくちゃ良かったから速攻自分でも買ったっていうものなんだけれども、本当にこのリップのパワーはすごいと思う。しかもね、オーガニックだからリップってね、結構体に入るものだったりするから、気にしてる方は嬉しいものなんじゃないかなと思います。うん、リップクリームからはね、このジョンマスターオーガニックね。で、口紅ですね。口紅は今年流行ったテラコッタっていう意味ではこちらが一番好きでした。オンリーミネラルのミネラルルージュ N のキャラメルベージュっていうカラーです。これね、今つけてるカラーなんですよ。テラコッタのカラーってニュアンスによっていろいろあると思うんだけれども、やっぱりね、年齢が上がってくると結構ね、チャレンジしにくいようなカラーだったりすると思うんですよね。あまり濃すぎたり、赤に寄りすぎていたり、ブラウンに寄りすぎているテラコッタってなると、なんかちょっと口元がね、重く見えてしまいがちだと思うんだけど、このキャラメルベージュは絶妙なテラコッタヌードって言ったらいいのかな。透け感もあるし、ちゃんと潤うし、スティックがね、すごく細身なので塗りやすいなって思うし、カラーがなんといってもね、絶妙だなと思います。私ね、口元ばっかり浮いてしまう濃いリップってなかなかね、避けがちなんですよね。なんかちょっと顔全体がね、私の場合老けて見えてしまうので、このカラーはね、テラコッタのリップをするときに絶妙でした。で、私といえばね、ヌードリップだと思うんです。勝手に言ってるんだけどね、ヌードリップが常に好きなので、ベストなね、ヌードリップを常に探してるんだけども、今年はね、いいヌードに出会いましたよ。こちらはコフレドールのスキンシンクロルージュの BE240 番っていうヌードリップです。本当にこのリップもメイクを選ばないです。どんなアイメイクにも似合うし、赤すぎず、ピンクすぎず、オレンジすぎず、モーブすぎず、中間ぐらいのちょうどいい、ちょっとイエローベースって言ったらいいかな、のヌードリップです。これは本当にね、大好きです。気づいたら終わってしまった。はい、以上が私の2019年ベストコスメでした。なんかもう嵐のように紹介したけど、なんかね、参考になったかしら。皆さんと同じもの入ってたかな。2019年も本当にね、数えきれないぐらいの良いコスメに出会えた豊作の年でした。こうやってね、新しいコスメに常に触れていられる私の仕事っていうのもすごいね、感謝してるし、それをね、支えてくれている皆さんにもとってもね、心から感謝してます。ありがとうございます。もうすぐね、登録者も6万人に達成しそうで、なんか6万人ってすごいよね。東京ドームって何人入るんだろう。6万人が見てくれてるって、まあ、6万人がね、一気に見ることってないんだけど、なんかでもその登録してても見てくれてない人とかいろいろいると思うんだけど、でもその6万人の人がなんか私のことを知ってくれてるって思うと、なんかすごい不思議な気持ちです。不思議な気持ちね。なんかなかなかみんなに会うことがないから、うん、なんか実感が湧きにくかったりするんだけれども、でもね、常にみんなの存在は感じつつ、レビューに関しても、うん、みんなだったらどう思うだろうとか、これは自分には合わないけどもしかしたらみんなは好きかもとか、見てくれてる中の誰かは好きかもとか、なんかこういろんな視点でコスメを見るようになったかなと思います。やっぱりね、常に、うん、自分だけじゃないことを考えるようになったかな。うん、それもね、やっぱりみんなが常に応援してくれるから、遠いけど近い存在っていうか、すごくね、不思議な存在だなって思ってます。来年もね、なんか新しいコスメと出会うチャンスがあればいいなと思うと同時に、何かね、皆さんとこう本当にね、会うことが実現するようなことをしていけたらなっていうのは考えてます。なかなかね、難しいんだけど、一番はやっぱり私の動画を見てくれて、なんかちょっとメイクにヒントだったりとか、メイクの楽しさっていうのを見出してもらったりとか、自分に自信を持ってもらったりとか、あとね、そのメイクはそんなに好きじゃないけど、なんとなく動画を見ることで元気が出たよとか、明日も頑張ろうと思ったとか、なんか悩みが吹っ飛んだとか、そういう
コメントを見るとすごくね動画やっててよかったなって思うし嬉しいので、そういった皆さんの人生の中の存在になっていけるように来年もね頑張っていこうと思います。2019年今年もありがとうございました。2020年かも頑張りますのでこれからもよろしくお願いします。2019年最後の日が皆さんにとって笑顔あふれる日になりますように、そして2020年も皆さんにとって笑顔からスタートできるような素敵な年になりますようにお祈りして今日の動画を締めようと思います。2019年本当にありがとうございました。また来年も頑張ります。応援よろしくお願いします。それではまた来年次の動画でお会いしましょう。バイバイ。